1990X年、太陽学園で何名かの生遊びじゃないよ。カウンオケは用意したか。ラウンワン、ファイト。なかなかやるじゃないか。まあ特別に教えてやろう。貴様らの高校を襲ったのはジャスティス学園さ。嘘、ジャスティス学園ってあの超エリート校の？どうして？ユーたち知りたいか？でも教えてあげないで、ミーたちに任せておくことね。迷惑なんだよ。迷惑ってそんな、私は学校を守りたいだけだよ。ほらそこのクズども、総番長やったらまさかてめえらじゃねえだろうな。何のことかわかんねえが俺たちとやるってのか。覚悟しろよ、手加減はしねえからな。俺たちだってさ、さっきまで迷惑って言ってたのにね。こっちこそいい迷惑だ。遊びじゃないよ。逃げんなよ。ラウンワン、ファイト。我ながらアップ。
ぱりじゃの。ファイナルラウンド、ファイト。総番長を失い日が経っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失った、殺されたのか。そんなことは聞いてないぞ。京介、ここまで来るとは随分強くなったな、松井。誰だ、あんたら。なぜ俺の名前を知っている。覚えていないのも無理はない。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、率直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうぞ。ジャスティス学園？あんたたちが学校を襲ったのね。極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト。やさぐるま、川の竜、やさぐるま、悪いが、京介君は我々が預かる。バツ、わしの息子よ、再び会おうぞ。息子って、バツ、君のせい？君がみんなをひどい目に遭わせてるの？俺は違う！本当に何も知らねえんだ！ヒナ、あんたのところにジャスティス学園の連中は来なかった？夏もジャスティスの手先なんでしょ。もう騙されないから。待て、ひなた。言っちまいやがった。でもおいで。ラウンド1、ファイト。
球もこれぐらい上手くなりてえな。ファイナルラウンド、ファイト。なコンティニュー。おい